ちょっちゃん、靴運動。眺めはちょっと見えてきたかな。若干ね。待ってれば晴れそうな気するけどね。佐藤さん、ちょうど写真ポイントあるけど、いいや、そこ行かなくて。いや、これなんか怖そうだけど。佐藤さんの高所恐怖症克服ツアー。やったね。やっぱ高いとこダメだ。じゃあ、いけねえね、俺と一緒に釣りね、西子。絶対こうとピョンピョンピョンいくんですよ。そして下見ると、そう、これ落ちたらやばいでしょ。テトラに落ちたらやばいよ。なんか引っ込まれてから。塩巻いてるから、上がってこれなくなる。おぉ。俺一回、すごい大胆使ったもん。ある。ある。いや、あの、